こちらの時計、まあもともと私が使っている時計ではあります。セイコー5スポーツと言いまして、いわゆる自動巻きって言われるやつですね。私こういったアナログの自動巻きの時計が好きで2、3本持ってるんですが、5年ぐらい前に1万2000円ぐらいで買いました。しかしながらさすがだんだん狂ってきておりまして、自動巻きこれ直そうと思うとまた1万円ぐらいかかるので、なんかもう1本買えちゃうなというのがありまして、もう少しいいのが欲しいなと思っておりました。はい、そして今回購入したのがこちらです。カシオのプロトレック、買っちゃいました。今初めて開封するんですが、これはお買い上げカードで、これが、よいしょ、出てこない、説明書、これが、お、結構いい箱ですよ。こういう箱です。ちょっと開けてみますよ。じゃん。おお、いいですね。いいですね、これ。買ったのはカシオのプロトレック PRG の30という、今年発売した今度はいわゆるソーラーで動く時計でございます。で、なぜこれにしたかというと、まず充電がソーラーということ。なんか1ヶ月で若干秒数がずれるとは言ってました。電波で時間が調整されるものではないので、何がいいかというと、まず温度、気圧、高度、こういったところがわかるんですね。そうするとキャンプ行った時に今気温何度だろうとか、この辺りの野営地は高度何度ぐらいだろうとか、あと気圧ですね。まあ天気みたいなところを見るにもいいのかなと思って、買ってみました。あと方位もありますね。方位、気圧、高度計、温度計、タフソーラー、フルオート、LED バックライト、10気圧防水です。まあキャンプをする人間にとってみると、こういったのの方がいいのかなと思って購入しちゃいました。今後はこれをつけてキャンプ行きたいと思ってます。またどこかで紹介できればなと思いますけど、今日はこんなのを買ってしまいましたので、ご紹介させていただきました。ちょっといい感じですよ。はい、つけてみましょうか。どうです。ちょっとちっちゃめなんですね。私ちょっと腕あんまり太い方じゃないので、いい感じですね。はい、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。